それでは中田選手に伺います。キャンプまだ3日目ですが、ここまでの、雰囲気いかがでしょうか。そうですね、雰囲気はいい雰囲気でできていると思いますし、トレーニングも、本当にいいトレーニングができてるんじゃないかなと思います。実際にこの宮崎のキャンプでポイントを置きたいところというのはどんなところでしょうか。まずはその1年間戦えるフィジカルを作ることが第一ですし、あとは今年はね、新加入の選手が多いので、できるだけ早くね、溶け込んでもらって、チームとして戦えるようにしたいなと思います。新加入の中で一人、注目が集まった柴崎選手にかなり注目も集まっていると思いますが、中田選手から見ていかがでしょう。イケメンぶりっていうのもかなりこう。そうですね、18年前は俺もあんな感じかな、18年じゃないや、15年前か。いや、今もかっこいいと思います。いや、でも本当にかっこいいですし、ちょっと近しにかぶる部分があるんですけども、いい男なんでね、男から見てもかっこいいと思うんで、実際何回かプレーしてますけど、うまいですし、早くそのプロのスピードだとか、そのフィジカルの部分とかも含めて慣れてくれれば、早い時期にデビューできるんじゃないかなと思ってるんで、期待はしてます。そしたら中田選手からこうパスが通って得点なんてあったら。そうですね、ポジションが多少被る部分もあるんでね、そこまで頑張ってほしくもないけど、それはそうですよね。でも一緒にできればそれはそれで面白いだろうし、期待します。具体的に今シーズンのクラブとしての目標と個人的な目標を教えてください。クラブとしてやっぱり20周年ってこともありますし、すべてのタイトルを取れるように、去年リーグでね、不甲斐ない戦いをしてしまったので、今年はぜひリーグのタイトルと、あと ACL もね、毎年狙ってて取れてないので、その2つがやっぱり大きな目標になると思いますけど、とにかくすべてのタイトルを取れるように頑張っていきたいと思います。では最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、今年1年、しっかり戦って、最後みんなと喜べるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。